シスターズ・オブ・マーシーは、イングランドのリーズにて、アンドリュー・エルドリッチを中心に結成した、ゴシック・ロック・バインド。ニューウェーブから派生する形で1980年代、初頭に流星を見た、ゴシック・ロックの王であり、バウハウスやザ・キュアーなどと、並び、ゴソを代表するバンドである。シスターズ・オブ・マーシーはこれまで三枚の、オリジナルアルバムを発表しているが、その都度バンドは解散時期を挟んで、 アルバムごとにメンバーチェンジを繰り返しており、唯一のオリジナルメンバーであるエルドリッチが全権を掌握する実質ソロプロジェクトに近い体制で活動してきた。バンド名は、レナード公演の同盟楽曲に由来すると言われている。創設者、アンドリュー・エルドリッチ最初期は、エルドリッチとギタリストのゲイリー・マークスの二人がバンドメンバーであり、エルドリッチがボーカルとドラムを兼任する形で2枚の シングルをレコーディングしている。その後、エルドリッチが正式メンバーとして、ドクター・アバランシュと名付けたドラムマシンにビートを任せることで、ドラムレスの形態を取り、ギターに、元デッド・オア・ライブのウェイン発生、ベースに、クレック・アダムスを加えた4人組として、デビューアルバム、マーシーの合言葉を発表。しかしその直後、独裁的にイニシアティブを発揮するエルドリッチと他の3人の、 関係が悪化しバンドは分裂。来日公演を目前に控えた1985年7月に解散を発表した。バンドを脱退したウェイン・ハッセイとグレッグ・アダムスは、揃って、ザ・ミッションを、ゲイリー・マークスは、ゴースト・ダンスというそれぞれが新たなゴシック・ロックのバンドを結成しエルドリッチの元を去った。その後、エルドリッチも新バンドとしてシスター・フットを立ち上げたものの、 すぐに、その活動を収め、1987年に、元ガンクラブでザ・ダムドのデーブ・バニアンの妻である、パトリシア・モリスンを迎え入れて、シスターズ・オブ・マーシーを再結成。ジム・スタイン・マンなどをプロデューサーに起用した、セカンドアルバム、フラットランドは、それまでのギター基調の音作りからキーボードと、女性コーラスを効果的に取り入れた荘厳なゴシックサウンドを構築したことで絶賛を受け、 商業的にもゴールドディスクを獲得し、バンドは商標ともに大きな成功をつかんだ。初期のメンバーと同様に、エルドリッチとの確執からモリス・ンもすぐにバンドを去ると、今度は元ジェネレーション X のベーシストで、ジグジグスパトニックのトニー・ジェームス、元オール、アバウト・イブのティム・ブリッチェのラを新たに加え、1990年にサードアルバム、ビジョン・シングを制作。 前作に引き続きジム・スタインマンがプロデュースを担当しつつ、一部にヘビーメタルを数多く手掛けるクリス、タンガリーディスもプロデューサーに起用し、またマギー・ライリーを客演に迎えつつ、ハードロック路線を提示した。このアルバム発表に伴う北米ツアーでは、ヒップホップグループであるパブリック・エナミーとの共演が企画されたり、ビッグ・オーディオ・ダイナマイトのダンド・ノバンも、この時期に一時的に加入している。 その後は、サラブライトマンなどの楽曲リミックスを手掛けたり、セックスピストルズの再結成ツアーのサポートを務めたりなど、散発的な活動に終始。その間、1990年代を通じてメンバーは常に流動を繰り返した。1993年のビジョンシングツアー終了とともに、本格的なバンド活動は停止状態にあったが、1996年から、 セックスピストルズのサポートを最初にライブ活動が再開され、小規模ながら2004年まで毎年ツアーも行われている。2006年にはオリジナルアルバム3作がリマスターされ、単発シングル EP 含むベストアルバムと B 名集も再発された。2011年には結成30周年を記念した世界ツアーが行われ、その一環で、 過去2度直前キャンセルとなっていた初来日が、フジロックフェスティバルへの出演で実現している。2020年11月時点。ありがとうございます。